にちは、富澤です。今日は鶴屋での毛上がり客前挙について話していこうと思います。まず、なぜ毛上がり客前挙をした方がいいのか。まず一つ目としては、釣り屋でのスイングから力技という、グループの中で一番簡単な技だと自分は思っています。で、二つ目は、これが将来本間であったり山明を学ぶにあたって釣り屋の抑え方っていうのを、学べるので、毛上がり客前挙ができた後に次のステップにつながると思っています。で、大体この技は大体12歳から15歳あたり、これからジュニアのレベルに行きますよ、高校生に行きますよっていう人にちょうどいい技だと思っています。はい、まず、この技を練習する前に、2つ、チェックリストがあるんですけど、1つ目としては根性上がりができるか、2つ目としては、平行棒で、毛上がりから、客前挙ができるか。なぜ平行棒で毛上がり客前挙ができるかというと、運動を理解、すごい似ている運動になってくるのでそこを理解できているか。で、根性上がりについては、十分な筋肉があるかどうかっていうことです。本当はもっといろいろできた方がいいんですけど、これぐらいできるんだったら、釣り屋で客前挙練習し始めてもいいと思います。はい、まず毛上がり客前挙を解析していきたいと思います。自分が思うに毛上がり客前挙には2つの大きいパートがあると思います。1つ目が最初の釣り屋をしっかりと引くところですね。ここのパートです。もし、オリンピックレベルだったりそういう人たちであったなら、肘は曲げないと思うんですけど、今回自分が話をしたいのは、こう始めたばっかりの子だったり、若い体操選手に向けてなので、ここでは肘を曲げる方法で解説していきたいと思います。ここではどれだけ早く、どれだけ遠くまでしっかり釣り輪を引いて体を持ち上げられるかっていうのが大切になります。2つ目のパートが、その後にどのように釣り輪を押しながら釣り輪の上にしっかり支持できるのかっていうところですね。ここがすごい自分が一番話したいところです。で、こうビデオを見てもらうと分かるんですけど、この時に釣り輪を前の方に押してから釣り輪の上に上がってくるっていうのがすごい大事になります。たまにこういう選手がいます。なんとか釣り輪の上に起き上がろう、釣り輪の上に上がろうとして肘を曲げてしまう。そのことによって釣り輪の上に来た時には肘が曲がったままになってしまっているっていうことです。で、自分側の思うのは、これは平行棒であったり鉄棒の毛上がりと一緒なので、しっかり釣り輪を前の方に押しながら肘を伸ばした状態で上がっていくっていう技術をしっかり教えたいと思います。で、2つビデオがあるんですけど、この最初のビデオは自分がさっき言ってた悪い例ですね。この釣り輪をずっと引いてしまうので、その後しっかり起き上がれない。で、2つ目が、その釣り輪をしっかり前の方に押しています。で、両方とも失敗の動画になってるんですけど、自分は2つ目の方がしっかりとした運動をフォローしているので、そっちの方が自分は好きです。はい、それではまず最初のパート、釣り輪をしっかり引くところについて解説したいんですけど、自分があるのは一応2つビデオがあります。ここで意識したいのが、どれだけ素早く釣り輪を引くかっていうのと、どれだけ強く体を持ち上げられるかっていうのが重要になってきます。まず最初のところは、その釣り輪引くところの感覚を捉えるというのと、筋力の強化ですね。で、2つ目のこのビデオは、それをしっかり足を振るのと一緒に行うっていう練習方法になります。はい、で、2つ目のパート、どのように釣り輪を押していくかっていうところですね。で、ここでなんですけど、まず最初のビデオです。これはそのちっちゃいボックスとかを置いて、そこから客前挙まで持っていくっていう形ですね。一応2つビデオがあって、1個目は先に釣り輪を自分の方に肘を曲げながら
持ってきてプッシュアップする、まあ、押して指示に入っています。ですけど、まあ、2つ目のビデオこれを見てほしいんですけど、まあ、肘を伸ばして釣り輪を遠くに押しながら指示まで持ってきている。なのでこの2つ目のやり方で、やってあげるとしっかりとした釣り輪の使い方が理解できるのではないかと思います。2つ目のビデオです。まあ、パート1とパート2の間のところからパート2に入ってくる、そこの釣り輪の押し方についての練習方法です。まあ、これをしながら、まあ、どのように釣り輪を、まあ、釣り輪の下にいる状況からでもどのように釣り輪を押せるのかっていう感覚が分かるかと思います。ね、これは釣り輪じゃないんですけど、平行棒ですね。このアームスイングの状態からマンナのところに持ってきて、そこから客前挙する、この感覚が非常に近いので、まあ、これはすごいおすすめです。はい。で、まあ、ここでは全体の流れについての練習方法です。まあ、これは本当に簡単なやつなんですけど、まあ、ボックスを、まあ、釣り輪と同じぐらいまでの高さまで置いて、そこから蹴上がり客前挙するっていうものですね。まあ、この時に重要なのが、まあ、しっかりお尻が箱の上に乗るまで最初のパート、釣り輪を引くところをしっかりやってから、まあ、肘をしっかり伸ばして客前挙で終わるっていうところです。で、まあ、2つ目は、まあ、実際に補助をしてもらって、まあ、蹴上がりからの客前挙をやると。で、まあ、その後は、まあ、自分でどんどん練習していけばいいと思います。はい。まず自分が一番重要だと思うのは、まあ、どのように釣り輪を押していくか、押しながら蹴上がりをするかっていうところが一番重要だと思います。もしそれが理解できれば、その後しっかり必要な筋肉をつけることができると思うので、まあ、そのことについて考えていただければいいなと思います。はい、どうだったでしょうか。自分は YouTube をやる理由が2つあります。1つ目が、まあ、自分が体操コーチとして成長していくこと、なので、まあ、このビデオを見て、まあ、違うアイディアだったり練習方法がある人は言ってもらえると嬉しいです。まあ、2つ目は自分が選手だった頃は、まあ、自分が小さい時もっと基礎をしっかりやっていればなっていう、まあ、後悔がありました。なので自分が今思っているのは、まあ、誰でもどこにいてもいつでも体操についてインターネットで調べられる、そんなような環境づくりができたらなと思いながらこういうビデオを作っています。はい、それではご清聴ありがとうございました。まあ、このビデオを見て、まあ、少しでも役に立てればいいなと思っています。それじゃあ。